今回皆さんに先生になってもらいたいと思っております。今からですね、ある子の、今の現状、受験生の偏差値とか、高校レベルとかちょっと表示しますので、ちょっとご覧ください。今出てるのがまず A 君の偏差値、一番、直近のね模試の結果が56だったと思ってください。で、志望してる学校のレベルが60です。で、実際の実績、これはよく塾とかで教えてくれますけど、去年受験生が偏差値いくつからいくつまでの子が受かってるのかっていうのが、実際57から67の子が受かってる。で、去年の倍率が 1.3 倍、つまり、100人枠があったら130人が受けてるんで30人落ちます。300人の枠だったら90人が落ちるっていうのが現状です。ここで皆さんに質問です。皆さんが先生だったら、この A 君に対して、この志望校、このまま頑張って上げていけば受かるぞと言いますか、それとも受からないから志望校を変えろと言いますか。どうも、はい、リッチーです。冒頭ね、皆さんの力をお借りしましたが、皆さんどういうふうに考えたでしょうか。毎年来る質問ではあるんですが、学校で進路指導を受けますよね。2社面だったり3社面だったりっていうのと、塾を行かれてる方も多いと思うので、塾でも同じように2社面だったり3社面をされます。志望校に対してどういう進路相談をするわけですよ。その時に学校の先生が言うことと塾の先生が言うことが違ってる時があると思うんです。具体的に言うと、学校の先生のがかなり厳しく言っていきます。つまり塾では大丈夫だと、受かるぞと、頑張れば受かるからこのまましっかり上げてけよって応援してくれるのに、学校の先生に言ったら、いやもう無理だからランク下げてくださいって言われましたと。どっちを信じたらいいんでしょうかっていう悩みになるわけですね。ここに関してですね、元塾講師やっていたので、思ったことというか、経験談も含めて話していきたいと思います。ただ、あらかじめ言っておきたいのは、これは全部が全部に当てはまるわけではありません。そういう傾向があるよという話だと思って聞いてください。じゃあ実際どうなのかっていうと、これは親御さんにもね、是非覚えておいてほしいところなんですが、学校の先生の方がかなりシビアだ判断をしてくると思ってます。具体的に自分が思っていたのは、志望校2段階くらい下げられます。つまり自分がじゃあ3段階あった時に、一番上まだ届いてないけど目指せば頑張ったら受かりますと思ってるところをこう活かせますよね。ここ行きたいって言ってるんだったら活かせるんだけど、学校の先生は2個ランクを落として、ここだったら大丈夫ですかね、ここ目指したらどうですかっていう指導をする方が非常に多かったなっていう印象です。まずはなんで先生がじゃあそういう風にランクを下げて安全策を取らせるのかっていうとこなんですけど、これはですね、一概に言えないです。みんながみんなこうってわけじゃないんですけど、例えば単純にもうめんどくさがる先生もいます。だって面談の内容を聞いてて、大したこと情報を聞いてないのに数字だけで判断すると、いや待て待て待てって思う先生も確かにいましたし、あとはですね、熱心に本当は上を目指させたいんです。その先生の一意見としては頑張れよって言いたいんですけど、特に若い先生にありがちなんですが、上のね、その先生じゃないんですよ、その上の管理職とかの人たちに安全策取らせなさいと、絶対落とすなと効率はっていう風に指示されることって実はあるんですよね。だからその指示をされてるから、安全策絶対に受かるぞっていうところを押すしかないっていう、そういう先生にとってもすごく苦しい現状もあるのも本当はあるのね。そういうのもね、ここ10年ぐらいかな、やっぱり不景気なこともあったので、どうしても公立人気が加速したんですよね。奨学金とか補助金とか無償化とかいろんな話があって、それは緩和されつつはあるんですけど、やっぱりその傾向はあるし、学校が忙しすぎ、先生がね忙しすぎてしまって、生徒一人一人にそのカバーができないんですよね。手厚い指導ができないというか、その先生にその物理的な時間がなかったりすると。なのでそういう安全策を取るっていうのが流れとしてできてしまったのかなというのは個人的には思ってます。じゃあ話を戻してですね、じゃあ塾の先生が言ってることと学校の先生が言ってること、どっちを信じたらいいのかっていう話なんですが、これに関してはもう答えは一つです。信じたい方を信じればいい。どっちも嘘は言ってないです。というのも受験に絶対はないので、例えば安全策を取ったとしたって落ちることはあるし、挑戦校をチャレンジして絶対落ちるかってそうはないですよね。例えばもう3日後に受験があるのに偏差値20足りませんって言ったら、絶対受かんないと思う。それに関しては倍率割れなければねとは思いますけど、そうじゃないじゃないですか、この時期に関しては。なのでもう信じたい方を信じたらいいんじゃないかなと思うわけですよ。実際今回の冒頭の情報ありましたよね。A 君に関して、自分だったら絶対に目指させます。もちろんここに載せなかったですけど、内申点とかでかなりのマイナスを食らってたりとか、内申点5科目45マックスですよ。あ、ごめんなさい。9科目45マックスの内申点で、35が欲しいのに20しかないと、15マイナスしてるとなった時に、まあ逆転の計算とかするので、まあいろいろ考えることあるかもしれないですけど、多少のマイナスぐらいだったらこのぐらいは伸ばしますよ。全然伸びますもん。でもですね、今回この話をするじゃないですか。自分が塾講師の時もこう言うわけですよ。まあもっと具体的な説明をしてますよ。数字をちゃんと計算して、これだけの分があると。だからこれだけの勉強量をしていて、ここまで偏差値を持っていて、こうやってやっていこうと。それなりの努力は必要だけど、ついてこれるかって話をするわけです。で、自分がどれだけ熱弁したとしますよね。したとしても、じゃあ学校の先生に無理だと言われました。どっち信じますって。もし学校の先生の言葉に影響されて、こっち信じたいと、ハイジのこと信じたいと、でもあの先生がこう言ってたから無理かなって本人が思ってたら無理です。受からないです、それは。まあネガティブな情報っていうかマイナスイメージのものを払拭するぐらいやってやるんだって思った人が合格のまず権利を勝ち取るんです。合格するかもしれないっていう。で、その権利を勝ち取った上で努力をする。その努力が届けば合格するわけですよ。なので今回伝えたことは、まあ、どっちを信じたらいいですかって質問結構多いので、それはもう任せます。信じたいことを、信じたい方を信じたらいいんです。どっちもね、その先生も本当にそう思って言ってるわけだし、下のじゃねえと受かんねえぞって思ってるわけだし、こっちは上まで引き上げて絶対合格させますと、合格させれる自信があります、大丈夫だぞって思ってるから言ってるし、でもどっちを信じるかはみんな次第だもん。ただその一概に学校の先生に関してはかなりランクを安全圏に落としていってくる傾向があるので、かなり差があったとしてもそういう状況なんだっていうことは知っておいてください。それを踏まえた上でしっかり自分の中に落とし込んで、どっちを信じようかな、そのために自分はどれだけ腹をくくってやれるのかなっていうのを一回考えてもらえたらと思います。